私の名前は丹下健三であり、私は1964年の東京五輪で行われている水泳やダイビングのイベントの場として1963年に国立代々木体育館を設計しました。複合体は2体育館で構成されています。1万5000人を保持することができますメインスタジアムは、すべての水泳やダイビングのイベントを開催しました。オリンピックバスケットボールの試合がプレーされた場所5300を保持している二次スタジアムは、だった。これは超オリンピックスタジアムではなかったが、私の願いはまだ印象的な勇気の両方だった構造を設計し、オリンピックに出席することになるの文化のさまざまなアピールになるだった。また、私たちの消費財の知覚品質が悪いにもかかわらず、日本は世界クラスのアーキテクチャを作成することができ、ことを西洋世界に示すために立っていた。それは日本の戦後の象徴であることだったと、私はそれで驚いする人々に世界中で望んでいた。それは観客のさまざまなアピールするように、私の大胆なスタイルは伝統的な日本と西洋の建築実務のさまざまなを使用しています。私はコンクリートと仕事ができることとしていたが、私は具体的なジオメトリの考えがないことと、このような合成材料で作業をしながら曲線を作成する方法を探していました。これらの強烈な曲線は、この構造体の特徴だったと、メータボの動きに影響を与えたユニークなスタイルを作成しました。しかし、これら全ての細部の行為に、私は待った、あなたが神社の屋根に見つけるだろうものに類似したコンクリートの対角の正方形を含め、私の地元の観客にアピールするために、日本建築の伝統的な側面が含まれていました。私の構成要素を大幅にソ連のルコルビュジエのシェル状構造体宮殿の影響を受けていた。メイン体育館で引っ張り勝手な屋根は、私が所望の雪楕円形状を作成します。観客はビューの両方で中断されないように、マイナー体育館の円錐、ボール形状は内部指示を必要としません。主な体育館はそれのために中断されている方法のオーブ、突放物線や双曲線構造を持っています。しかし、三角の入り口、建物の残りの流動性とは全く対照的に作成します。屋根の2半分の間だけでなく、劇的な雰囲気を作成するなど、建物の中に自然光を可能にする大規模な天窓があります。第2体育館は、しかし、それがその座、アリーナの周りに変化することを意味して、二道深円状に配置されている主要なジムにいくつかの類似した機能を備えています。私のデザインは非対称ですが、私は構造体の全ての曲線がマストに消えるように見せることを熱望として、彼らはバランスの取れた表示されます。私は自分の構造を作成するために補強されたコンクリートを使用していた。私自身のデザインに国を中心に構築吊り橋で使用されている技術を適用することで、私の考えは形を取り始めました。延長サスペンションを使用することで、私はコンクリートとスチールから流出する湾曲した屋根を作成することができます。それらの支持マストに建物を固定用大型ケーブルがコンクリートの2800トン、湾曲した屋根はケーブルとサブの各種ケーブルを使用して作成されることになっていたが、これらのケーブルは私が希望し、熟慮の結果、私はより深く、より印象的な曲率を与えた。あらかじめ湾曲後桁とケーブルを交換し、曲線を与えていない屋根へ。強風や地震が発生した町で、私の建物を保護するために、新たに発明したオイルダンパーは、建物を安定させるために適合させた。全体的に、私の建物、日本政府は、スタジアムを作成するために私を委託しているが、国際オリンピック委員会はまた、私のデザインに影響を与えた。私の信念は、美しさが唯一の機能主義であると、私の建物は、伝統的なのラベルの自由になりたいということでした。私のクライアントが、IOC と政府は、建築家として、設計を完了するために、建設を停止し、そのことを私のスキルを尊重した。しかし私は今、非常にプリトゥクザー賞と国際オリンピック委員会から表彰の両方を授与することが光栄だとして、